会は61回目の文化祭稼働展を催すことができました。いけばなの普及といけばなの振興を目指す団体です。春の大岡越前祭や秋の文化祭稼働展として市民に発表しています。いけばなとは植物の姿、形を生かしながら美しい姿にすることだと思います。会場の中から代表的な様式を説明したいと思います。流儀によって呼び名は異なりますが、お聖火、お聖火として主に床の間の花として生けられています。投げ入れ、一般に投げ入れ花器といわれる花瓶や壺、筒、竹籠などに趣向を凝らして生けるものです。盛り花、広口の浅い器、水盤などで花留めは剣山を使用しています。モダン花、自由花、現代花、自由でユニークな形をした花器で創造的な生け花を言います。このような様式の花々が会場を彩っています。新しい生活様式に沿った暮らしを彩る豊かな伝統文化の生け花の維持普及に努めていきたいと思います。